戦闘力 20% アップだけど、光属性のユニットなので、多分ナドレがクランツかな今のところ。よし、これでタイプはもう関係ないんじゃないかな。そんな能力があるから、ザビア、ゼラバーガーか、96かな。ザビアなどでアニマ、まだろうか。これギフ心理、はあ、まだいらない状態中です。97回目、サビアパンチというかサビアブリバスト、いや、これは辛いんだな。もう98回目ですよ。ザビア、マジか。50回ぐらいですね、エルギーフのドアで虹色は2回しか出なかったんですよ。合計 20%、 悪くない。誰に使うんでしょう。ザビア、ウレブバーストカリス、アニマ、やっと出た。あ、それ出ちゃうかな、わかんないけど。100連です、100連目です。これづらいんです、ほんと。100連で4回だけ、新しいユニット4体だけ。ザビア、全部使っちゃいますかね。割れるから、またに地に、さあ弱点属性に捨てるダメージが少しアップ。全部使っちゃいましょう。101です。101回目です。ひら、アニメ持ってる。最後、102連目です。これづらいよ、やはり。ザビアパンチ、やっとザビアけど、雷ドラゴンは全然出てなかったんです。で、今でお願いします。HP 攻撃力 30%。 ん？あ？バックデバッグ、味方ビビゲージ、悪くないかな、多分わかんないですけど。おお、あ、エルギフ忘れちゃった、まだあるんだ。マシンニーか、ああ悪くない。スパークジオタルダメージも少しや。じゃあ、いやー、100連で5体しか出なかった。っていうか、まあ一番悔しいのは最後のやつはその雷ドラゴンなんですけど、強いの分かんないんです。今はね、まだ情報がまだ入ってないんです。だからまだわかんないです。いや、また後で召喚してみます。か、今回はね、残りは、雷ドラゴンなんです。他はもう全部ゲットできたんです。でなので召喚したいです。もう一回やってみたいと思います。まあ、どれだけやるのかはまだわかんないですけど、チェックやりますね。
じゃあ1回目です。エルドラ、デューランかいらねえな。ポイント。じゃあ次行きます。エルドラダスティカノン、いらねえなカノンは。エルギーフは美味しいにだけかいらねえな。いらない。ピピゲシマダンジーボギアップ、いらない、いらない能力です。エルドーラ、エルドーラ、エルドーラ、メスギア、ポイント。次いきます。エルドーラ、エルドーテツ、ポイント。で、惜しいんか。エルギーフはいらない。回復力 10%。 オラクリになるということですか。エルドラ、グリーフも、グリーフはすごく使えるんだけど、もう持ってるポイントかな。エルドラダスティン、エルドラ、マハルちゃん、またマハルか、まあいいや。ガリアン、いい思ってる。エルギーフは、防御 20% か。いらないな。エルドラ、クルトはいらない、クルトはいらない。ポイント。うん、次いきます。110回目ですね。エルドララス、雷のラスでよ、斧じゃなくて。お、エルギーフは星3で割れるのかな。割れてない。攻撃ビビのメルス力少しや、どれぐらい上がるんですかこれ。まあ使えるかもしれないが。エルドラ、エルドラ、殺す。またダメだな。もう112回目だな。エルドラグランズアニマ、まあいいや、パス。もうそれなんです。割れるの、割れてない。はい、またいらない能力です。で次いきます。エルドーラ、エルドーラ、水か、雷ドラゴン出して、水じゃなくて。次いきます。で、エルドーラ、バラグ、ポイント。つらいな、これ。エルギフはまたいらない能力です。次いきます。何が出るのかな。エルドラ、エルドラ、お、シェドだっけな。じゃあアニマ、欲しいガリアン。まあいいや、多分ロードよりマシかな。さっき取ったのはロードだったから。
ルビーフは心理だから、多分またゴミな能力。はい。いらないじゃ大丈夫。次いきます。エルドーラ。エルドーラビーファいいポイントかな。絶対ポイントです。エルドーラ。出して。またほのか。雷の出してよ。マジで。本気でマジで。キレマジ。エルギフは欲しいね。いらない。アニマなんですけど、いらない。いらない状態以上また出たんです。はい。119回目です。で、エルドーラじゃなくて、フェルニールです。いらないんですけど、エルドーラ。お、またジエルなんですけど、今回はアニマでお願いします。ガーディアン。またガーディアンなんです。心理かよ、いらねえというか、も、まあ、ほとんどはもう使えない。あ、今回は結構いいんじゃ。クリティカル時、当たるダメージが少しアップ。悪くない。121回目ですよ。全部使っちゃいますか。で、出た。やったぜ。やった。でさ、これ見るとさ、なんか緑色だったらシェンロン、シェンロンですよ。ドラゴンボールのシェンロン。とりあえずやったぜ。全部ゲットできたぜ、これで。じゃあ。どんなタイプでしょう。今回はアニマで、マジでオラクルですか。オラクルですよ。これは、まあ、正直にもうタイプはもう関係ないと思います。このバージョンで。だってさ、エクストラスキルで、HP プラス 20% とか、攻撃力プラス 100% とかあるんですよ、星7。HP プラス 100% もあるんですよ、星7。まあ、なので、タイプはもう関係ないかなと思います。戦闘力 40% とかもあるんです。よ、うん、まあオラクルでもアニマになるっていうことかな。もうタイプ変更できるアイテムはもう必要ないから、このエクストラスキルで。まあオラクルでも使えるか。じゃあこれで結構ね満足なんですよ。ふわ、全部ゲットできた。イエーイ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 。で、嬉しい。で、こいつのエリアスキルは、雷と水属性ユニットから、ダメージ 15% 減らせるんです。で、HP 30% もついてるんですよ。なので、多分次のパリスの試練とか使えるかな。と思います。結構ね、今回のドラゴンたちは使えるんですね。雷も闇も。闇のやつはもうグラレンスの代わりになるくらいかな。強さは。じゃあ、はい。満足でした。121回だったんですけど、もう、悪くないかな。たまに。はい、結構満足です。はい。ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。アニマー